皆さんこんばんは。ザ・ロングダーク続きやっていきたいと思います。いやー、前回のと終わっちゃったんじゃねえかなって一瞬思っちゃったんですけどね。第2にエピソード1が終わっただけでしたね。ということで、エピソード2、再開する。始まるかな？やばいやばい。助けて。クマの野郎撃て。よし、撃ったね。終わっちゃったよ。じゃなくてね。はい、エピソード2へ進みますよ。はい、ということでね、いい始まりですね。さあ、とりあえずクマから助けたんでしょうけれどね、ダメージは負ってるんじゃないでしょうか。うん、あ、起きた。うわ、ベア、あ、イージー。Easy. Easy. You're okay now. The bear's gone. Who are you? Who are you? Name's Mackenzie. Mackenzie. I found you when the bear was... I remember now. You get the bear. It ran away.I think I hit it, or scared it off. Yabai. Scared it off. Not the way you shoot. Glad your memory's coming back. So cold. Saru sugiru. I got a fire going. That should warm things up a bit. Pain.痛み止め、鎮痛剤。Something for pain. Here, take these. They should help. Listen, you're gonna need more than some pills and bandages. You're hurt, badly.感染するかもしれない。That bite'll get infected.Maybe worse. You have any stronger meds? No. 持ってねえか。病院行かないといけないレベルだと思う、これ。
Oh, damn. Map. Back of the door. 地図はドアの裏。気絶した。Hey, can you hear me, old man? Damn it, he's passed out. Huh? Looks like an old hydroelectric dam, not too far from here. Might be a good place to look for supplies. Hang in there, whatever your name is.はい、ということでね、ミッションが更新されました。2機、ハイダムを見つけて侵入しようということでね。さあ、新しい場所に来ましたけれども、今どこにいるかすらもわかんない。キャンプオフィスここかな?線路沿いに行けばなんとか行けそうですね。That trapper's my key to getting out of here. You better not die on me.満腹状態だね。待って、地図。漁師の農家ってもう違うじゃん。あ、遠い。あらー。めっちゃ遠いな。斜めだね。斜めがわかんねえけど。おおおお。危ない危ない危ない。後ろが断崖にそびえてるから、どう考えてもマップ的に言うと多分向こうだろうね。さあ急いで行きましょうよ、日が暮れる前に。線路沿い行った方が危なくないかな。いやそれにしても何もアイテム持ってないからな。荷物自体は大丈夫そうだね。あと、狼気をつけて。枝拾っといた方がいいか。ああ、壊さずに手に入る枝ないんだ。よいしょか。はい。あれ?合ってるか?こう言っても山があるって感じか。山、これが、この目の前に山かな?ねえ。お、白樺。そうするとこっちだね。さあ、急いで行きましょう。やばいな、ここら辺じゃ熊出てくるんじゃない?気をつけないと重傷だぞ、一発で。そうだね。あ、線路見えたね。よしよし。地図は合ってるね。さあ、あとはじゃあ線路沿いに行けばね、なんとかなるんじゃないでしょうかね。うん、結構疲れてるね。よし、来たね。ウサギの肉とかは今いらないな。鍋もないしね。火を起こす枝だけは欲しいかな、ちょっとね。はい、線路ついた。トンネルですね。ここがね、多分ナビゲーションのマップで見れば鉄道トンネル来ましたね。キャンプオフィスがあるみたいですね、この先。とりあえず確実にね、水力発電ってことは、まあ、当然のことながらなんですけれども、まあ、こういった電線が張ってあるはずなんですよ。電気を発電して、まあ、それをまあ変圧器とかで昇圧してですね、まあ、あるいはそのまま使ってるのかもしれないですけれども、まあ、こういった電線を通って、まあ、100ボルト、200ボルトの形でね、供給してるはずなんで、
まあ、この線を追った末端っていうんですかね、に行けば必ず発電所はあるんじゃないかなと思うんですけどもね。ただこのサイズしかないんですね。鉄塔サイズがないんだな。まあ、とりあえずこの線路沿いに行けば間違いはないですね。まあこれが途切れるってことはないでしょう。あそこ分かれてるね。分かれてるってことはキャンプオフィスが多分ありますね。そっちに電気がいってるはずですので、キャンプオフィス行くべきかな。荷物いっぱいなんだよなね。ギリギリいっぱいだからね、このままで行きましょうよ。ね、あの先に多分キャンプオフィスがあるはずですから。はいはいはい、ありましたね、キャンプオフィス。電気つながってます。ただ今の目的としてはハイダムを見つけて侵入しようですのでね、そちらを優先していきたいと思います。なんか落ちてるかな、違うな。うん、さあ、はいはいはい、ダッシュダッシュダッシュ。結構遠いよね。左手に展望台がそのうち見えてくるか。列車も脱線してますね。とりあえず今のところクマさんはいないね。さあ展望台この辺にありそうな気がするけどな。もうちょっと先かな。開いたりは脱線。これでナビゲーション見ればここですね。展望台やっぱ近くにあるな。お、あ、びっくりした。さあそれではだんだん行きましょう。うん、あの辺りになりそうだね、展望台が。さあこのサイズの枝は拾えるね。さあダムに見つけて薬があるんですかね。ダムとその強い薬の関係性がちょっとわかんないですけれどね。まあきっとあるんでしょう。強い薬か、鎮痛剤よりも上か。なんでしょうね、モルフィネとかあるんですかね。さあだいぶ来たんじゃないかな。まっすぐ行って左手に見えてきますからね。よし大丈夫ね。あれこれは、あ、開くね。開けましょう。金属くず、ちょっと重くなっちゃったな。あら完全に凍えちゃってるわ。That'll come in handy. バックパック、作業用パンツ、新聞用紙、ちょっと工夫だね。Too much stuff to carry. 重すぎて。髪の生えた、大丈夫かこれ食べて。あれ大丈夫だった？疲労がちょっと溜まってるね。コンテナの中探す。いけるか？結構来てるはずだからな。水力ダム。水力ダムまで頑張っていくか。やべやべ、
やべえ、なんかいたな今。大丈夫かな。今何だったんだ。やべえ、いた。やべえ。見つかっちったな。いる。ああ来た。来てんな。乗れないのかこういうところ。厳しいな、中見れないって。近くにいるよね。うろついてんな。いたな。ここにいますね。狼一匹発見。立ってるとバレるんかな。よし。大丈夫か。お、やばい。お、危ない。あの野郎。ふざけやがって。来てみろ、この野郎。ほら、ほら、よし、意識力が効いたようだな。線路沿いに行くの危ねえな。から行くか。石ころ、あ、大丈夫か。石ころ当てればひるむんだな。そう、石ころもうねえぞ。鹿はいいんだよ、鹿は。あ、小石小石拾っとかないとやばい。よし、こいつはもしものためになる。よし、ああ橋あったね。ほいほい。よしよし、さすがに配置してきたな。 あもったいない。よし、上登ろう。よし。よし、狼追い払えるぞ、これで。あ、キノコある。キノコ。はい、入手。二つあればいいかな、とりあえず。はい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 。さーて、どう入ろうかね。来ましたね。これ開くかな。鍵がかかってる。そう考えるとこういう中にあるよね。調べられるうちに調べましょうか。おお、
とやばいな、そろそろね。バックパックの中。なし。段ボール箱、金属棚。どっかにないもんか。オレンジソーダ。疲労が半端ないんだよな。I could use this. おお。なんていうもんだ。あれ。やべえ人だな。やばい人になっちゃったな。まあ、あったかいからいいな。しょうがない。背に腹は変えられないよ。あ、金属コンテナ。鍵がないかな。疲労が疲れ果ててるんだよね。もう一箇所ぐらいないかな、トレーラー。あるね。Not sure why I feel so tired. タイヤード、分かってる。疲れてるのは分かってるんだよ。ここ見て休もう。鍵あるといいな、ここに。ありそうじゃない？引き出しの中。ない。よし。飯はあるけど。これのとこに何もなし。あ、ベッドあるね。いいね。ナジーバ。ロッカーの中入ってるかな？あったね。こじ開けて。Hope nobody needs this anymore. おお。随分とあったかそうな。ビルのコートよりも、あれ？おお。いいんじゃない？完全にやばい人だけどな。大丈夫かな？枕。布にしちゃえ。よし。コンテナ。This'll come in handy. 裁縫セット。ちょっとベッドで7時間プラス12時間寝ようか。だいたいこれで夜になるんじゃない？夜になったね。じゃあこれで12時間寝て次の日の朝にしましょう。19時間経ったらあの人死んじゃってるかもしれないけどな。よし。まずは水だな。はい。あと飯か。錆びたトマトスープ開封して。さあ食べて。コーヒーか。ハーブティー開封済み、食べちゃおうか。おお、チョコレートバー。あ、なに、これはあれか。水がないとダメなタイプか。よし、開封して。さあ食べちゃいましょう。よし、飲んで。よし、大体いいね。はい、では行きましょうか。気力も十分。ちょっと待って、食中毒かかってっけど。食中毒、抗生物質。あ、いっぱいあってよかったね。あれ、聞いてねえの。 Damn it. あれ、食べたけどダメなの。しょうがに行くしかねえな。じゃあ
回復するだろう。そういうもんじゃねえんだけど。よし、解錠中。Carter Dam. This place has seen better days. とりあえず急いで目的を達成しよう。体力が減り続けていく。中に入って暗くなる前に。はい。薬を探さないとね。The old trapper gets sick and dies. What he knows will die with him. お、燃料入ってる。ありがたいね。うるせのニット。スーツケース。ゴミ箱さ、おっと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 。おっと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 。医療品を探しましょう。とりあえず、おお。医務室だね、探すなら。コントロールルーム。What the hell happened here anyway? Control room. That sounds promising. 無理だって。Looks like this thing isn't opening unless I can get the power working again. Maybe the trapper knows more about it. I'd better find those first aid supplies and get back to him. ということで物資を探しましょう。Still eat this. 探しましょうか。そういえば薬っていうか煎じて飲むことってこれあるからさ、霊式の子ちょっとこれで回復するか、作成する。めっちゃ疲れが溜まってる。ちょっとね、食中毒それで解除しようか。多分ここじゃキャンプファイヤーできないでしょう。ちょっと外出たところでね。はい、 70% ならいけるでしょう。さあちょっと食中毒直したないとね、 HP がね減ってっちゃうからね。あの霊式のこれなんとかなるかな。さあ火ついて、頑張って頑張って。 70% だからね、いけるでしょう。その調子。さああとちょっといけるぞ。いいね。 All right.ほら、どうだっけ、空き缶みてえの使い回しの。もうなんでいっぱいこんな持ってんだ。霊式の子調理する。潰す。飲む。レイシチャ効果ありませんでしたって。食中毒に効果なかったの。ちょっとダメだな。ちょっともう一回試す。抗生物質いっぱいあるから。はい、しねえんだよな。効果ないって。
上流ダム。ちゃんと煮てからじゃないとダメだったか。コンテナの中。燃料促進剤。マッチはいらんねえんだけどな。まあ、持っとくか。全く贅沢な悩みですね。マッチいらねえとか。こんな中で。あるもんはとりあえず取っとけっていう話ですけどね。どっかから。あ、下に行く道あるな。下に行く道があるね。さあ、急いで行きましょう。I need to find a place to rest. あら、お待って。休める場所を探さないと。リムジョッキ。あれ、鍵かかってる。鍵かかってるな。疲れ果ててるしな。ちょっと寝るか。住宅直んねえかな。どうかな。あ、感知した。よし。ドッグフードじゃなくて水食べる。よし。ランプ。ないじゃん。あ、やべえな。あ、暗い暗い暗い。これは松明ねえとやべえぞ。消さなかったからいけないのか俺。ああ、やばい、真っ暗だ。明かりをつけて。あれ、どこ、ここ、あれ、ここどこだ。やべえな。これランタンの燃料ってさ、どうやってこれ使うんだろうね。ランプ用の石油じゃないと作れないしね。これまずいぞ。このまんまじゃ。ああ、こっち出口か。ちょっと松明作ろう。ああ、危ない。焚き火。火を起こす。やばいな。火で困ってるな、一番。ランプ消えたの痛いな。頼むよ。枝取っといてよかったな。あれ、火を削ってやんなかったからそのまま尽きちゃったのかな。だとしたら相当やばいんだよな。よし、行くぞ。タイマーつけたら終わりだよ。お、なんかあるね。下か。急げ急げ急げ。なんもない。二台。なんもなかった。上か。
松明が消えるまでに。はい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 。ここは金属だな。引き出し。違う。はい。から。はい、ニット。なんか医療品みたいな感じのないのか。これロッカーじゃないね。くしゃくしゃの面を内容読む。洞窟の中に残したダムの裏手に行く。川沿いに進む。ハンターの隠れがある近くの洞窟を探すかなんかあるな。くしゃくしゃの面を。的なとこじゃないとねえんじゃねえかな。Could end up being useful. はいはいはい。ああ、これっぽくない。Here it is. あーい、ねえよ。せっかく見てたのに。掃除開けろ。よし。下着があったね。オッケー。問題は鍵だ。どっかに鍵がある。This gear is starting to slow me down. Oi. 違う。違う。鍵、鍵、鍵、鍵。そ、どこだ。うん。火が弱くなってきたな。急げ。が弱ってきたぞ。エレベーター呼べるわけないだろう。ああ、管理事務所の鍵。ダメだもう。ライト、これで頑張るか。どっか探してないとこある？空だよね。からここなしからここもないね。お違う違う違う。まさか。この中はやばい。おい。よし、空でしょ、空でしょ。全部開けたよな。お、ここ探してない。頼むよ。会ってくれ。チョコレートバーじゃない。ここはああない。ああここら辺はファイルキャビネットじゃねえか。 This stuff will come in handy. ここ開けたいんだ。キリがねえな。大事なフレアだ。でここ探してないとかそういうオチじゃないだろうな。上かな。いやないね。やっぱここだ。どっかにあるぞ。引き出しを探す。ここ探したもんね。うん。ないな。これも鍵っぽいのがないよな。
これも金属棚か。ないな、こっちは。これを開けたい。ここはなし。ここも調べた。うん。ないぞ。ここないでしょ。これも違う。やばいね。やばいぞ。ないぞ。ロッカーの鍵。どうにゃんだろうな。救護所の鍵が欲しい。ここじゃないのかな。ここ以外にどっか行く場所あるかな。Live by the sword. 信号銃。コンテナ。金属くずか、違うんだよ、欲しいの。Make something with this. 金属くずいっぱいあるな。何かに使うのかな。ここはトイレだから特に何もなさ死体があったな。あった。そうだよ、人が持ってるに決まってるじゃないか。やべ、火が消える。急いで。はい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 、よしよし。管理事務所、管理事務所。この鍵じゃねえんだよな。防災って言ったらね、こういう管理事務所の中にあるでしょ。ほっ。よし。引き出しの中か。 Is it food or? フードじゃねえんだよ、欲しいのな。こういうとこ、あれ、ちげ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 。こういうとこに、ああ本じゃない、引き出し。こういう所長の机とかにあるでしょう。よし、ラッキー。長屋無用だ。急いで、希望の光が消える前に帰ろう。よしよし。There. 聞こし。That should help. And morphine. モルヒネあるじゃん、やっぱ。Looks expired, but you never know. し、急いで帰ろう。近く。あれ。やばいな。だんだん見えなくなってきた。あ、ここしゃがんだ先か。来た。フリアが、フリアが切れた。さっきも来たな。ここじゃないんだろう。やべ、貼り付けて。はい、外に出られるだけでいいんだよ。こっちじゃないとすると、こうしゃがんで、ここだ。ここだろう。どうだ。よし。I better check in on that old trapper.あー、やばい。焚き火。
火を起こす。ちょっとベッドで寝よう。そしたら今回はちょっとここまででしょうかね。さあ火を起こして、いいよいいよ。枝持っといてよかった。重いんだよな、荷物がな。走れないとちょっと時間かかるね。I did it. よし。とりあえず一旦出ましょう。あのベッドでぐっすりと一旦寝てから朝に出発しよう。あれ、この辺りじゃなかった。あった。さあ、このこっちの方にあったよね、帰る場所が。やばい、早く。あれ、この辺じゃなかった。あれ、あった。よし。よし、消化して。あれ、玉じゃなくて、ちょっと待って。おかしいな。ベッドがもう近いだろ。あった。8時間ぐらい寝れば。朝になったね。よし。とりあえず荷物が重すぎるな。こんな薬いらねえのかな。水探さないと。ちょっと待ってね。はい。よし。水飲んで。で、43。めちゃめちゃ重いな。うん。いや、こっちの方がいいな。捨てよう。あ、保温下着着る？くたびれたカーゴパンツ、作業用パンツ、うん、着ています。風とかには強いけど保護、ダッシュに弱い、重さ。こっち来て、捨てよう。手袋はくたびれてるよりも今着てるのでいいな。よし、41か。捨てる。うん、あとは土台のロープって必要だったのか。裁縫セットこんないらねえな。捨てる。捨てる。あとは、なんか重いのあるか。捨てる。39か。これ走れっかな。ロール、はい、よし、どう、走れるね。
はい、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。次回、まあ、あの漁師さんのところに戻ってですね、行きたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。